古い屋敷まで尾行した。ほらマークしてやる。不気味な場所だな。危険な罠に飛び込むのは絶対にごめんだぞ。無理強いはしない、十分やってくれた。サイドに戻ってるぞ、殺されるなよ。ああ拷問もな。心配するな。レイモンド、やっぱりダメだ。別の手がかりを見つけようよ。心配するなって。また後で話そう。裏で糸を引く黒幕の正体が分かれば、見つかる前にこれに終止符を打って二人とも逃げることができるだろう。捕まっているスパイ、アレックス・ジャオースキがこの中にいる。そいつが掴んでる情報や人物を聞き出す必要があるな。アレックス、やめろ、頼む、やめてくれ。落ち着け、大丈夫だ。こっから出してやるために来たんだ。奴らに何度も殴られたんだ。おいおいおい、今はとにかく静かにしろ。レイモンド・ケニーか。奴らを探してた。解放したら自分で逃げられそうか。足の感覚がない。そうか。警察の情報提供者が大怪我をしてる。すぐに伝えてくれ。すみません、聞こえてますか？もしもし。警察が来る前に消える。ブルームについて知ってることはないが、名前でも何でもいい。ブルームの金庫番を追ってた。名前はジャック・ファインリー。ボスには近づけなかったかな。クソ野郎どもに痛い目見せてやってくれ。奴らを引きつけて顔を狙え。分かったか。お前ならできる。警察だ、急げ、早く。くそ、銃撃戦に巻き込まれる。だが混乱に乗じて逃げられるかもしれない。こちらは警察だ、今すぐ出てこい。武器を捨てろ、さもないと発砲する。どうして見つかった。死ぬか、追い払え。ジャック・ファインリー。シカゴに数人いるが、ブルーム勤務は一人。こいつだ。行きつけのバーを予約してくれてて助かった。おかげで手間が省ける。
後ろに止めてある奴の車を映してる。詳しく見てみるか。運が良ければこいつはご機嫌に酔ってる。そしたらたやすく、この腐ったらめ、捕まえた。捕まえた。レイモンド・ケニーだ。ああ、バーの外だ。連れて行け。まずい。まあ、取り込んでる。何か手伝えるかと思ってな。前回は見捨てて逃げたけど、腰抜けにはなりたくない。だがそれが俺だ。それが嫌なんだ。大丈夫大丈夫、全て順調だ。おい、酔ってるのか。馬の人生祭だ。え、忙しそうだな。終わったら電話してくれ。電話してる。盗聴しないと。ケニーがいる。荷造りを始めろ。金はいつもらえる。帳簿には残せない。数日猶予をくれ。しかるべきルートで手配する。そうするんだな。デフォルトはどうだ。無料で奉仕してる。デフォルトの野郎、最後にお仕置きしてやった時シカゴから逃げ出したのかと。ブルームとあのネズミ野郎だと。最悪の組み合わせだ。デフォルトに監視されてるならどこに隠れようと確実にブルームに見つかる。奴はそれほど優秀だ。選択肢は一つ。あの野郎を先に見つけて始末するしかない。フルは調べてほしいことがあるんだ。もちろん。まずは今いる場所から俺の周囲のネットワークを探してくれ。バカみたいなものを探してるんだ。顔文字とかアスキーとか。何も見えないな。待てよ。チルダーが可愛いな。ネズミの尻尾みたいだけど。それだ。その場所を送ってくれ。了解。マシンの中身を見てみよう。意識ははっきりしてきたが、内臓は今にも飛び出しそうだ。あのブルームのクソ野郎を尾行した甲斐があったことを願おう。これは大当たりかもしれない。まったく
昼飯がとどまってくれるといいが。よし、負けるな。おい、収まれ。追跡してたんじゃ何日もかかる。時間がない。奴を怒らせてみるか。ヘマをさせるんだ。奴が見ててくれるといいが。おいクズ、話がある。連絡してかよ。こんな程度だったのか。もっとドラマティックなのを期待してたんだが、正直がっかりだ。ここにいないなら、お前のおもちゃをいじくり回したって構わないだろ。テレビ局が興味を持ちそうなものもある。警報を予想しておくべきだった。